ペンタックス MZS は極光学工業が2001年5月に発売したハイアマチュア向け 35mm 一眼レフカメラ。2006年生産終了。発売当時の MZ シリーズの最上位モデルである。従来発表されていた MZ シリーズとは一線を画するデザインでダイヤル部を撮影者側に30度傾けた特徴的なデザインを有している。 撮影者側へ傾いたダイヤルが特徴を投じた車中級クラスの一眼レフカメラにオプションでデータバックを装備することでフィルムへの撮影データの印字が可能であったが MZS は標準でパーフォレーション管への印字が可能であったまたハイパー操作系を採用しておりレンズの絞りリング、電子ダイヤル、テレビオートボタンを操作することでそれぞれの露出モードへの移行ができるようになっており グリーンボタン一つでプログラムモードへ復帰することができる。2000年のフォトキナに出展された K1 は、京セラのコンタックス N デジタルと同型のフィリップス製600万画素 CCD センサーを搭載し、ペンタックス初のデジタル一眼レフとして市販化を目指して開発されていた。しかし、2001年に市販化すると非常に高価格となり、 市場性が低いとの理由で2001年10月に開発が凍結された。ダイヤル部を撮影者側へ傾けたデザインなど MZS と共通のデザインが採用された。その後、2015年にデザインや基本設計を新たにしてフルサイズ機の開発発表をし、2016年にベンタックス K1 として発売された。ありがとうございます。